中森明菜歌手、中森明菜59が3日放送の NHK 音楽番組ザ・カバーズで肉声メッセージを寄せた。同日の放送では中森明菜ナイトと題し、郷ひろみ68らがセカンドラブなど名曲をカバー。さらに秘蔵映像を流し、明菜の魅力に迫った。中盤、明菜の肉声が流れ、私の歌をカバーしてくださって、歌ってくださる方たちは本当に感謝の気持ちでいっぱいです。作曲家、作詞家の方もとても喜んでいらっしゃると思いますと、出演した歌手たちへ感謝。同じ歌手としてカバーをすることへの不安を推察し、皆さん、私の曲をたくさんカバーしていただいて、心を込めて歌ってくださって、なんてお礼を言ったらいいかわかりません。本当に感謝しております。一緒にデュエットなどできる日が来たら良いなと思ったりもします。本当に皆様ありがとうございましたと思いを語った。音声を聞いた番組 MC の上白石萌歌24は、話し方も歌うような声といいますか、ものすごく一言一言が呼を迫ってくるようなと感激。また明菜からデュエットの可能性を示唆された郷ひろみは、まさかご本人の口からそういう言葉が出てくるなんてと喜びの声を上げた。明菜は2018年以降活動を休止していたが、22年8月に個人事務所を立ち上げ再始動を宣言。昨年12月には公式 YouTube チャンネルの開設を告知し、自身のヒット曲「北ウイング」をクラシックバージョンで歌うモノクロ映像を公開。再生数が674万回超を記録する大反響となった。今年7月にはファンクラブアルディアのイベントを開催し、2017年12月のディナーショー以来6年半ぶりにファンの前に姿を見せた。